緊急出撃だ。手短にブリーフィングをする。謎の武装勢力はすでに東京上空へ侵攻している。自衛隊が防戦中だが、想定外の都市上空戦で旗色が悪い。我々は第7艦隊の指揮下に入り、防衛戦に参加する。東京の空から奴らを追い出すんだ。だが信じがたい情報も届いている。敵は空母よりも巨大な航空機を保持しており、自衛隊の苦戦もその航空機によるものということだ。我々は東京湾より北上し、敵航空機を都市部から引き離す。また多数いる敵戦闘機にも注意しろ。ライジェル隊、アンタレス隊、十分に注意をしてくれ。以上だ。出撃。アンタレス隊、出撃。東京上空にいる。各機、敵機を確認次第戦闘態勢に入れ。
機能の沈黙を確認。敵の頂上攻撃を阻止しました。敵要塞都市部からの離脱を確認。素晴らしい働きだ、ライゼル隊、アントレス隊。目標敵航空部隊に変更する。東京上空から奴らを追い払え。全滅を確認。敵航空要塞が当空域から離脱します。東京港湾地区に大きな被害が出てしまったが、敵勢力の戦闘機を排除し航空要塞も撤退に追い込んだ。急な実戦にもかかわらずよく任務を果たしてくれた。ライジェル隊、アンタレス隊には感謝している。だが敵の航空要塞は強力なステルス能力を持っているようだ。奴の姿は伊豆諸島沖で見失ってしまったらしい。彼らの目的は不明だが、再び東京へ侵攻してくることも十分に考えられる。
両隊ともコンディションイエローで待機せよ。